外食。男の料理。家飯。奥山陽平が送る実写動画、それが奥山陽平のたまに〇〇でしょう。はい、どうもー、どうもです。私が奥山陽平でございます。おこんちゃす。はい、ということで本日は私の自宅でございます。私の、自宅ということは、今日やる企画は家飯か、それとも男の料理か。さあ、今日やる企画はこれだ。そうです、今日やる企画は奥山陽平のたまに男の料理でしょう。あーってやつです。ということで今日はですね、男の料理をやっていきます。今日作る料理はこれだ。今回からですね、私の、たまに作るならこんな男の料理でしょうに新しい衣装が加わりました。それはこちら、じゃーん、キッキララちゃんのエプロンでーす。いや、まあね、嫁から言われましてね、料理するんならエプロンをつけると、で、私まあエプロン、まあせっかくやるんだったら、まあ普通のやつよりはちょっとキャラクターもんがいいなと。で、俺が好きな、まあキッキララちゃんことリトルツインスターズ、うん、これをね、ネットで探したらこれがあったんでね、買ったんですよ。いや、すごくね、いいわこれ。ちゃんとほら、マークは立体的だし、ここね、ポケットなってんのよ。すごいでしょ。で、うさちゃんマークもついてるし、まあこれを着てね、今後男の料理をやるときは、これを着ます。ということで、新しく入ったアイテム、キキララちゃんことリトルツインスターズのエプロンの紹介でした。はい、ということで本日作る料理は男の唐揚げでございます。それではこれより材料紹介をしていきます。まずはこいつがなければ当然始まらない、こちら、若鶏もも切り身。すんごいジャンボパックのやつを買ってきましたよ。そして唐揚げですから、揚げるものがないと始まりません。こちら、油。ちなみにね、うちの嫁もこれ使ってます。同じの使ったよ。油かぶっちゃいました。いや、なんかいいのあったなと思って取ってきたら、まさかの嫁と同じのやつだったと、やつですね。そして細かい調味料として、我が家の塩、味塩。我が家の塩はもうこの味塩です。そして我が家の醤油といえばこれ、東丸かき出し醤油。これ本当マジでおすすめよ、東丸のかき出し醤油。ちなみに回しもんじゃないよ。そして一種類のごま、まずは入りごまちゃんだ。入りごま、そして入りごまちゃんとす
リーゴーマーちゃん。この2種類のごまを使っていきます。そして前回お酒なかったんでね、お酒も買ってきました。こちら、白ワイン。今回ちょっと濃いめのやつを買ってきてます。旨味引き出してくれるんだって。そしてもう一個調味料、こちらホワイトペパー。ペパーペパーケーブホワイトです。まあいつも使っているのはブラックですけど、今回はホワイトの方を使います。ということで、材料はこれだけです。これを使って私が男の唐揚げを作っていきますんで、次は唐揚げ作りの動画でお会いしましょう。さあ、こっからはですね、台所に着いたんで、まあ、台所ことキッチンスタジアムに着いたんで、こちら戦闘服に着替えさせていただきます。これからは男の料理はこのスタイルでやっていきます。はい、ということで、こっからは、キッチンスタジアムこと我が家の台所に、カメラを映してお送りいたします。まずですね、まず一番最初、私の料理でやること、そう、お手手を洗うことです。まずお手手を洗う。これから料理をするんだから、ちゃんと清めないと。しっかりね、清めていきましょう。何度も言いますが、私料理をするときはお手手をですね、1回マットの状態で石鹸つけて汚れを落としてから、もう1回、またつけて2度やる、私は2度やります。私は2度やる、これが私の、ルーティンです。ちょっと胃が熱い。よし、お手手の洗いが終わりました。では次は、まあ、昨日も紹介したこちらですね、若鶏ももの切り身ちゃん、こちらをご用意します。まあ、とりあえず6個でいいかな、うちの嫁が食う分には6個でいいでしょう。練習こうか、ちっちゃいけど前に入れよっか。まあこれぐらいですな、これぐらい、でこれを、まあ我が家ではおなじみ、まずお肉を洗いましょう。別にね、そのまんまでもいいんだけど、ほら肉っていうのはさ、何かついてるじゃない、その菌をしっかりと、まあ、カンピロバクターってやつを改めて洗っていきましょう。肉はリンゴス、これをね、シュッシュッとこうかけていきます。まあこのリンゴス、まあ、このお酢をかけることによって、まあ、殺菌効果がさらに増すというやつでございます。しっかりお酢からまして洗っていって、洗い終えたら水気をしっかり取っていきましょう。水気を取ったら別のボウルに移します。ちなみに、まあ、お酢が苦手な方はこの後もう一回水洗いしてください。さあ、水気を取りましたんで、取ったらこちらです。水気を取ったんで、ここからは、下味をつけていきます。まずは塩、味塩、これをかけるお塩と塩で、もんで、まあ、唐揚げ全体に下味をつけていきます。塩、
そして、お塩をかけた後はこれ、お酒。お酒。いってきます。お酒をかけて、しっかり混ぜて、そして、ホワイトペッパー。火を振っていきます。まあ、下火つけなくてもね、別にいいんですけど、まあ、つけた方がよりね、うまくなるんで、しっかりとよく揉み込んで混ぜていきます。もみもみしますよ。よく揉んでいきますよ。まあ、ある程度揉めば完成ですね。じゃあ、この後、揚げに入っていきます。さあ、それでは今から唐揚げを揚げていきます。こちら、まあ、170度の油で、まあ、6分ぐらいですね。じゃあ入れていきます。手でいくか。はい、いきます。唐揚げ投入よっ。おー、すごいな。あんま飛んですぎて溢れるからね。落ち着いてから2本目よっ。おお、2本目、合う。4個ぐらいにしとこうか。甘党にすぎたらちょっとエレコになっちゃいそうだ。よし、で、さあ、それでは6分経ったんで唐揚げ揚げていきます。よっ、はい、この通り全部上がりまして、でここから、まあ、仕上げる味付けをしていきます。でまずは仕上げの味付け、その1、こちらのすりごまを使います。で、すりごまを振ったら、このようにすりごまを混ぜていきます。で、すりごまを振った後、こちらのかき出し醤油を使います。これなんで先にすりごま振るかというと、先に醤油振っちゃったらごまがうまくつかないので、すりごまが、なので先にすりごまからやって、この後かき出し醤油を振っていくという形です。で、このすりごま振ったら、いりごま、これを振ります。いりごまも振って、揚げ物はいいべ、終わった終わった。で、最後にこちらのホワイトペッパー、これを振ります。で、うちの唐揚げは名古屋の手羽先風ですね。すりごまと醤油と煮りごまとホワイトペッパー使うっていう、なので素揚げなんです。名古屋のほら、手羽先って素揚げじゃん。だからうちの唐揚げも素揚げにしてるんです。唐揚げ粉はつけずに。よし、混じったな。混じったんならば、
出ていきましょう。いいよ。あ、ちなみに事前に作ってるのがあります。いいよ。いいよ。はい、皮の部分も美味しいからね。いいよ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 。皮の部分も美味しいからね。ラスト、ちょっと染み込ませていこう。よいしょ。はい、ということで出来上がりました。男の唐揚げです。さあ、ということでじゃあ、実食します。こちら、うわー、おー、いただきます。うん、うん、めっちゃうまい。うん、まこれはね、うん、うまいわ。お酒を飲めねえけど酒吸います。お茶も凍らした、これじゃ、氷入れた麦茶。うん、これ進むね。食が進む。うまっ、うまい、うん、うまい、もう最高だ。うん、これうまいわ。ご飯が進むわ。うまい、本当にうまいわ。あ、ちなみに嫁もうまいって言ってくれました。うん、うん、うん、うまい。いやもうごめんなさい、食ったね。いや本当食った、止まんなかった、マジで。で、いよいよ最後の一つとなりました。ご飯ももうこんなよかった、なんとかご飯も余らして最後の唐揚げともいただきます。うん、うまっ。で、断面いただきます。なかった。ごちそうさまでした。いやー、ごちそうさんでした。マジでうまかったっす、男の唐揚げ。うん、まあこの味付けはまあお酒にぴったりですし、まあ麦茶とかウーロン茶も進む味でございます。ご飯と共に食ってもいい、ほんともう最高。もうちょうど腹8分目ぐらいですね。いやー、ほんと最高の料理が今回もできました。ということで、このような男の料理ではございますが、よろしければ皆様からのチャンネル登録並びに高評価、チャンネル登録、あ、失礼、ベルボタン&グッドボタンをワンプッシュ please。 OK、 Thank you very much、 よろしくお願いします、よろしくお願いします。ということで、以上、奥山陽平のたまに男の料理でしょう。今回は男の唐揚げでした。